でもあんま分からんようにしてるからね、これ普通に通り過ぎるわ。やっぱり安らかに。こちらです。とあるエリアに来てるわけですけど、まあこの近くになるんですけど、まあいわゆるっていうか、まあそのままなんですけど、首なし像があるんですよね。興味あるわ。で、まあこの理由も昔なんかいろいろとあって、その供養として残ってるというのがあるんですよね。で、それに関して結構関係している場所に今から行きます。うん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。じゃあちょっと行ってきます。こちらですね。こちらです。首なし地蔵。あ、山中一揆。なんかその一揆で、のこの吉川原で処刑された人っていう書いてます。で、それに関しての感じだと思います。これが供養の。なんかこの後ろ。結構、カツカツやん。ですね。ここはね、八坂村のモデルになった集落から近い場所にあるんですけど、まあ、この辺にも、この辺で。それは、日本史上最後の百姓一揆と言われる美作血税一揆の熱狂の最中で巻き起こった事件である。武器を手にした鴨谷の農民2000人余りが100個ほどの小さな被差別部落の小村を包囲襲撃。農民たちは津川原の村を焼き払い人々を追い立てた。村人たちは散り散りに村から逃げ出した。がしかし農民側は容赦しなかった。昼夜の山狩りを観光し、村人を山奥まで追い詰め、虐殺していったのである。もともとこの村は地図にない村であり、この事件は闇に葬られたのである。詳しくは分かんないですけど、そういう話を聞いたんで、で、そこで、農民たちが、ここで、一揆を起こして、安定した、生活を送ってる人たちを攻撃したというか戦ったということで、なんかいろんな話はあるんですけど、その農民がその集落を襲って処刑したりとかいうのがこの川であったりとか、まあその辺が集落だったんですけど、まあちょっと映さないですけど、そこにまたお地蔵さんがあって、首がないお地蔵さんがあったりとかいうことで、ちょっとそれをね、見ていくというか、リクエストでもあったんですけど、改めてちょっと調査したいなと思います。ですね。この辺だったんですけど、もう今は、その地域の名前も変わってしまって、だから地図に存在しない村というか、まあ、この辺にあったんだろうっていう過程で。民家に入っていくような。そうなんですよね。お地蔵さんですよね。うん、でも相当昔のあれですよね。もうすぐ変わってない。見えないですね。でも相当古いですよね。あ、な、相当古いですよこれ。あ、でもこれ関係してるかもしれないですね。え、これ。あ、ほんまですね。ですね。なんか異様な、異様というかちょっと。すごい場所だな。あ、でもあんま分からんようにしてる。分からんからね、これ。普通に通り過ぎるわ。このシーンにね、あったけど、こちらにあるということで。まあ、この、ね、こちら。ですよね。うん。めっちゃ多くない？
他なんかあったの？馬刀、うん、なんかあんの？このいろいろあってのあれですもんね。噂によればそのこうないのはその農民の一揆の攻撃で、あ、そういうこと、飛んだんじゃないかみたいな説があるんですけど、まあ、よくわかんないです。一応そういう説があるということで、なんかこういう形になってるみたいです。でこれをやっぱ目に見えぬところに置いて、ほんと分かりにくいね、全然もう目線からずれるんで、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。なんかな？あれ何？ですね。これもやっぱりなんか関係した古いですもんね。普通は立ててもいいとは思うんですけど、これ横にしてるってなんかやっぱり安らかにっていうことなんですかね。ここでもなんかあったみたいです。その塚さん、塚さんです。まあ今日はこんな感じで、大体の大まかな情報っていうのは、情報というか場所は紹介できたかなと思います。ただこういうね、訳ありのなんか隔離してとかやっぱ位の違いで、そういうまあね、まあ今の時代でもあるじゃないですか。何かそういう人たちがかかったじゃないけど、ちょっと違うものに立場になった時とか、やっぱり隔離したりとか石投げたりとかね、何かしらあるじゃないですか、嫌がらせ、まあ、それに近いのが、まあ、昔でもあったというか、まあ、時代はねかなり進化してますけど、昔も今もそういう文化は変わらないというか、まあ、消すような感じですね。なんとも言えないです。まあ、でもこういうことがあったっていうのを残していくっていうか、ね、二度とないように語り継いでいくのも大事なのかなと思うんですけど、どう思いますかね。いや、だから昔は情報量が少ないからさ、例えば一個のことに対してもみんなそれを本当に本当のことのように思ってしまうから、やっぱ今とやっぱ時代が、なんだろう、情報量が違うから、確認するやっぱ一秒もすぐないよ昔は。ですよね、確かに。まあ難しいですよね、シビアな問題なんですけど、まあ実際岡山にもこういう話がすごいあるということでですね。ありがとうございます。はい、まあウィキペディア調べたらちゃんとこういう事案があったっていうのはあるんで、ぜひあの図書館とかいろいろ参考文献見て、ちょっとそういう歴史もあったんだなっていう理解していただければ。はい、今日はありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。